カルロス・キンタナは、プエルトリコのプロボクサー。元 WBO 世界ウェルター級王者、エル・インディオの異名を持つ。彼の体感により、同階級には、WBA 王者、ミゲール・コット、IBF 王者カーミット・シントロンと3人の、プエルトリコ人ボクサーが、世界王者として君臨することとなった。1976年に、プエルトリコのモカに生まれ、10歳でボクシングを始めた。 アマチュアの実績は長く20歳の時にプロへ転校するまでに70戦62勝48個という記録を残している。1996年にはアトランタオリンピックにプエルトリコ代表団の一員に選ばれている。プロデビューは1997年6月14日、祖国プエルトリコにおいてであった。その後全勝のまま2001年6月16日には、 WBA フェデセントローエルター級タイトルを獲得。2006年2月24日には WBO ラテンウェルター級タイトルも獲得した。同年6月24日には WBC ラテンウェルター級タイトルも獲得し、WBA 世界タイトル挑戦権も同時に獲得した。2006年12月2日、初の世界タイトル戦となった。 WBA 世界ウェルター級王座決定戦で、同国の人気ボクサーミゲール・コットと対戦。しかし、この対戦は5回終了 TKO で敗れ、キャリア初黒星を起死した。2008年2月9日、WBO 世界ウェルター級王者ポール・ウィリアムスに挑み、戦前の圧倒的不利の予想を覆し12回、3から0判定で勝利し、世界王者となった。 これによりウェルター級は WBA IBF WBO と3つのタイトルがプエルトリコにもたらされた。2008年6月7日、ウィリアムズとタイトルマッチで再戦し、ウィリアムズの連打を浴び、初回 TKO 負けをキッシュ王座から陥落した。2010年4月10日、WBC 世界ウェルター級王者アンドレベルトに挑戦し、8回 TKO 負けで王座獲得ならず。 ありがとうございます。